くじゃねえか。いやこっちもこっちもって言っちゃった。角度が合わねえな。どうしようかな。ここで。それでもっともっと寄せたいなって。見たけど。もうちょっと掘らねえ。そこ掘ろうよ。これでもっとここ持ってるしかないか。波が合わねえ。短い方じゃ合わない。短い方だと合わないで詰めれないし、こっちだったら思うけど、だからこっちだったらここまで詰めれるから不便じゃん。だってこっちが合うんだから、こういけばここいけるんだから、こっちもっと気をつけて。なんか困ってんじゃねえの？これは絵になりますどこ、なんで風呂入ってんの？これ水道管を凍らせて切ってる。ああすごいね。寒い。もっとだよ、これだって196だから違う、そうだよ、違うよ、液体窒素は196だから、あ、これ液体酸素170だな、40じゃ凍らないから、そうだよ、そうだよ、で液体酸素は違う、液体窒素、液体酸素は酸素はあれ、あの航空機の燃料とかにもなるから、あれ引火性だから、大丈夫。溶けちゃった。だって見えないんだもん。青ぐらい、青ぐらい。これはいい絵が撮れた。レンジの結局あれ危ないよ、危ないよ、ダメだ。おお見えた、OK。いいね。ああ冷たい。めっちゃ冷たい。いい。はいはい。大丈夫、脱出したって全然こんだけ凍ってたら、いや違う違う、こっちちゃんと境界入ってるだって、結局出っ歯になっちゃったとかそういう話にならない、出っ歯でもこの深さならできんじゃないどうせなら最初から出っ歯でやってるから、全然大丈夫だって、ほっときゃ2時間ぐらい出ねえ、心配してないんだ、うん、いや、やたらほらなんか心配してる人がいるから、こっちでしょ、うん、決める、うん、いいよ OK、 はい、
トモロの社長これ拾ったからこれ。マジで？これまだ使えるかな？使わないって言ったら、だって横浜の水道局とかは使ってるじゃん。まあ確かにあの頃はね、得意に再利用してたけどさ。いいですね、全然変わらない。